そして73歳の東京男性の方、税金は軽く社会福祉は広く、ではいくら金があっても財政が底をつき日本は借金地獄になってしまう、経済の立て直し財政の健全が急務であるという声。そして若い方ですね、京都24歳の女性から、子どもの貧困問題はどうなるか。